始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、堂島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは空の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない空の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけど。なあ、そうとなると、お前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれるのか。ああ、立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話や札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬に効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に終わる。俺が街を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太い米があるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだよ。だから不動産屋の仕事だ。は？空の一坪の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前な、堅気の仕事するって？ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッサールプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しや仕事に何年だと。真っ当な肩着に見える服を仕立ててこいってさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な肩着の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。分かった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。
ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか。新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。俺は別に無難に済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ。俺がやるからには手は抜かねえよ。きっちり気合の入った仇に仕立ててやるって。いや普通でいいって言ってんだろう。ちょっとそこまあ任せておけ。着いたぞ。ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが仇ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。おこれなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎてアクセサリーや髪型、靴、腕時計全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。ったくめんどくさい。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるがラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よしこれ試着してみろよ。よっこれでどうだ錦。何笑ってんだよ。やっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。お前の見立てた服じゃねえか。分かってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。これでいい。え？おいいいのか。全然リーマンっぽくなってねえぞ。小田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか。よし分かった。そこまで言うならそいつは俺のおごりで兄弟の新しい門出だしな。
何言ってんだ。あ、はなから俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそれ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ。立花不動産のなんてやつだっけ。小田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。話は分かったな。要するに専用屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。専用屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ、君に最初の任務をやろう。なんだ。ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。は？相手が専用屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろ。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。はあ。キリュウ君。あ、おいおい、お前すまん。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どうですか？お休みしましょう。
おお、なんだよ、こいつは。あれは。よう、キリュウ君。ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこ。で、ここがもん。ここに戦友屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。ああ、お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。この部屋らしいな。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれつまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえな。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち退くの大変じゃないですか？立ち退く？なんだよそれ。俺は立ち退く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい？あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとか出るか。堅いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って、てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいよ。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に座るだけが脳のチンピラがでけえ口叩くの。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。調子に乗んなよ、不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ辻さん。ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って占有屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手？バックにいるヤクザか。結局向こうも金が目当てなんだよ。お互いぶっちゃけたら、あとはさっさと話進めようってことになる。
なんだこいつらは。眠いね、キリュウ君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが立花不動産って人たち、山野井さんの代理だって聞いて。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょ。ええ、まあね。それ、うちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところだ。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょう。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてもお互い様だ。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。小田、あんた鼻からこういう筋書きだったのか。まあね。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。素人、余計な手間かけさせる。この手間賃も仲介料に上乗せするぜ。その手間賃ってのはいくらだ？300万。合わせて1000万だ！してタダで済むと思うな。その面覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ？登場会太平一家だ。太平一家、あいつの組か。堂島組若頭補佐阿波の弘樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。よりによって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一粒を追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの？戦友屋の辻さんよ。あ、はい。まだそのビルに居座るつもりならさっきの話の続きするかい？いや、そのあんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ一人で頑張る気？
いえ、めっそうもない。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすか分かんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう、極道やるよりよっぽど楽しかったろう。片木の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。お前もしかして空の一つを手に入れたら極道に戻る気か。そんな先のこと考えてねえ。そっか。それよりこの後はどうする？ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山の井のじいさんに報告頼む。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ？何の店だ？ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおごりだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさんマイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか、分かった。それじゃまた後でな。いらっしゃいませ。いや。あれ、お客さん初めて？ああお好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦よ。なんでお前がここに？行きつけの店の一軒や二軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気にな、レナ。あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして桐生さん？ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ、キリュウ。それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。
落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。そういや、おめえさっき待ち合わせって言ってたか。相手は立花不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度は由美ちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、由美にこの町でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ期待の新人ね。そうかもな。なんだか桐生さん、由美ちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。それにしても立花不動産の小田って言ったか。ちょっと遅いんじゃねえのか。どうする、もう一杯飲むか。いや待つよ。先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。ふん、なんだよ、おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ。ただのマナー、常識だろ。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？いいね、歌う歌う。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうかカラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから、それならいいだろ。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。おめえさ、もっとなんとかできないわけ。愛の手を入れるなら入れる、入れないなら入れない、中途半端なんだよな。ちっ、うるせえな。おめえの歌が下手くそなんだよ。あ、俺のせいにする。それじゃおめえ歌ってみろよ。あ、私も桐生さんの歌聞きたい。いや、だから俺は歌わねえって。それにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな。本当ね、事故にでもあったんじゃないかしら。いらっしゃい。太田。よう、元気そうだな。阿波野の兄貴。なんでここに。座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、桐生。
その節はお世話になりました。桐生さん、お前ら戦友やな。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ登場会に立てついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。うれっ、うん、錦いいね。俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦やめよ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んだら、美人のママも一緒にな。ああ、来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えねえ。組み抜けたその足で古巣にしょんべん引っ掛けやがって。おかげでうちは1000万からのしのぎがパーだ。死に急ぐのは勝手だがよ、もっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな。何つったんだ。土下座しろや、土下座。てめえたちは分かってんのか、バイラ。なんか勘違いしてるらしいな。あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もねえ。やる気などか。そうかよ。面白いなお前。おれ、やってみろ。早くやれや。その代わりここが最後の一戦だ。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんなら、その度胸だけは褒めてやるよ。俺の仲間が血流してる。錦山と、それに立花不動産のお前の連れか。あいつはほんの少し可愛がっただけですぐてめえの居所入ったよ。てめえ、何が最後の一戦だ。
てめえらとっくにそれ超えてんだ。行くぜ。次はあんたか。やってみろよ。くっ。キリュウよ、おめえ、なんで立花不動産にやる。何？わかってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたな。おめえが立花不動産と絡んでるって聞いたからな。頭の息がかかったおめえがな。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って空の一つを追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか。どう思うが、あんたの勝手だ。ごまかすのが下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだ。なあ、立花不動産、もう殻の一粒の持ち主を見つけたのか。堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はない。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ風間が殻の一粒に手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか。堂島組傘下の全組織からだ。一緒に逃げ込んだとしても無駄だぜ。
死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思う。やってみろ。じゃあ頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次へおめえの兄弟も始末する。錦絵もことだ。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた橘に会ってどうする気だ。からの一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか。朝まで考える時間ある。立花渡すかおめえが死ぬか、どっちか選んで組合長に連絡しろよ。返事がねえときは狩りを始める。ママ、もういいよ。迷惑かけた。小田さん。キリュウ。すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、それはこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前これからどうする気だ。さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろ。さっきおめえが下で暴れてる間、阿波野の兄貴がそう言ってたんだ。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。ああ。俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣を晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りゃ立花の代わりに桐生がまとりされる。組織ぐるみで追われりゃいくら何でも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらが桐生を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ錦。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。思っているそのタイミングが早かっただけだ。おめえ堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の空の一つぼをかっさらうつもりでいた。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただこうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。天野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人癖なんかとは比べ物にならねえよ。知れんだ。
とにかく社長と話してみる。ママ電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが殻の一つもの所有者を抑えれば堂島組と取引できる余地もある。だといいがよ。社長、小田です。今は桐生とセレナって店にいます。ええ、それで堂島組の天野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。はい、うちが殻の一つを追っていることにも気づいてます。だから社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでもう俺にも社長がどこにいるかはわからない。くそ。悪く思うなよ。騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。うちの心配なんて。それよりこれからどうするの？おい待て、キリュウ。おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎、この状況でそんなことできるわけねえだろう。それでも俺はやるしかねえんだ。
立花。なんでここに？警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ？つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます。何？今私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに？ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は淡くってだな。小田さんにもまだ伝えてないことです。実はこの殻の一つの所有者を見つけました。え？わけあってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが抑え、殻の一つを手に入れれば、堂島組が我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか？殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ？一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば、俺は堂島組に狙われずに済むんだな。あなたがそういう人なら私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。夜明けだ。桐生は立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなぎ、親父、阿波野です。例の件ですが、やっぱり桐生は始末します。やつは立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええ、ええ。では。構いませんよね、クゼの兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについては風間組にもご理解いただけますよね。
柏木さん、どういう意味でしょう。元はといや、桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ島すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。お前ら、キリを探し出してここに連れてこい。やつは簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出すな。へい。集めてこい。気流を見つけたって。へい。町中逃げ場はねえってわけか。おい、分かってんな気流。抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは道島組でこった返す。逃げりゃ死ねえぞ。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。好きに暴れさせてもらうぜ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。うめえ。うっせ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 え。来い。
てもムーダーだ。一分で来いって。うわっ、何や、ステイル、ステイル、バカだ。おりゃ、うわっ、ヤクザに追われてるんでしょ、あんた。そんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃうよ。あんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかな。何？うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りていけるの。誰にも見られずにこの辺りから離れられる。なんで俺を助ける？あんたを追いかけてんのが道島組だから。いつも偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。それに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。まあ他に当てがあるならいいけど。
わかった。頼む。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが堅気じゃなかったみたいね。何に怯えてたか知らないけど、こんな抜け道用意してさ。匂いは我慢して。この先はどこまで繋がってる？劇場広場の方に繋がってるみたい。わざわざ確かめたことはないの。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。出なきゃ抜け道に使えないものね。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうから、この道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃない？ああ助かった、ありがとう。いつか街を自由に歩けるようになったら今度は客として来る。ごめんね、多分そんな日は来ない。一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けられなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろう。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリ、指の一本や二本なくそうが、天野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえバカや。Yeah!
張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地最後まで貫かせてもらう。あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな、しくじったな。何をしてるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよ。ああ、ゆうべはなんで電話してくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらそうにしてんだ。お前もこっち来て一緒に踊ろうぜ、キリア。何を言ってるんだ。あんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか。用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待て、キリア。俺はお前に感謝してんだよ。感謝。風間の頭にクゼの兄貴、俺にとっちゃ目の上の炭鉱だった二人を追い脅すきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はな、キリ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ってる。どうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。
話ぐらい聞いてったらどうだ。話ってのは何なんだ。いやよ、ついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ、ゴルフ行ってきてな。甲州カントリークラブ、すげえいいコースだったよ。何の話だ。おめえは知らねえかもしれねえが、ゴルフ場ってのは飯がうめえ。コース回った後のカレーとサウナ、あれ覚えちまったら世の中の他の遊びがバカらしくなるぐらいだ。世間話を聞くつもりはねえ。早く本題を言ったらどうだ。やっぱりおめえさんは青いな。世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによ。まあいい、そのゴルフの帰り寄ってきたよ、おめえと錦山の実家に。まさか風間の頭が面倒見てるって話だったから、さぞかし豪華なとこだと思ってたが、あれ犬小屋だな。ひまわりだったか、初老の園長さん。お元気だったよ。お前ひまわり何したんだ。まあ落ち着けって、何もしてねえな。知らん関係者だっつって100万ぽっち小遣いやったら涙流して喜んでたよ。いい人だな、あの園長。阿波野、お前おめえ自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ。まあそういうことだ。今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよ。おめえの友人関係から住んでるアパート、行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べやついた。まあ悪く思うな、昔から堂島組には役割があってな。組の鋭角のは風間組、喧嘩番長久世剣能会、面倒な事務方は渋沢組、そして俺は。障害、つまり脅し担当なんだよ。義龍、俺は久世とは違う。極道としての生き方なんざどうでもいいと思ってる。いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす、たまには女もつまみ食いしながらな。俺にとっちゃ極道なんて職業はそういった人生を楽しむための手段に過ぎねえ。こっちに来いやキリ、田島を俺に売りゃおめえは勝ち組、一生楽しく暮らせる。そして売らなきゃ惨めに死んじまうだけだ。あの犬小屋から錦山と一緒に必死に這い出たばっかりなんだろ。うん、人生無駄にする必要はねえな。脅しってのはそれだけか。おめえ、てめえ話にならねえよ。
おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前に100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺ら仕事に抜かりねえんだな。さあどうする、キリュウ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。決まってんだろう、俺は行く。何？あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ、俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ、あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。キリュってね。なら撃たれる方がまだマシだ。通用しねえってことかい。キリュウ！認識？早く乗れ、組の門に見られたらまずい。だがいいから。下げて隠れてろ。阿波野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。認識分かってんのか。俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ町を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが、時間は稼げるだろう。着いたぞ、キリュウ。うん、ニシキ、ここはどうなんだ。さあな、適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ。まだ借りっぱなしだった。
やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃう。たちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ！もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん。キリュウ、お前、組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんまできるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて、散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ。キリュウ、組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやつさんもな。けどせめて、おめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに知らせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。すまね兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら、俺の首を手柄にして、いつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。なんだよ、こっちみんな見んじゃねえよ。キリュウ、頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした、しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。撃てねえよ。撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。極道として、
俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端な意味がねえんだよ。俺だって同じさ。お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって、世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ。人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせに、マジでダセーよ。だよな。でもいつまでもガキじゃいられねえ。キリア、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここで会ったことは全部忘れろ。俺も忘れる。俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだってキリュウ、おめえ本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。これでどこまでやれんのか、この目で確かめてやる。キリュー、錦、まず俺からけじめつけさせてくれ。お前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。キリュウ、こっから先お前は二度と俺に関わるな。